A 海軍三段運休嫌い総統艇総海艇は、嫌いの総海を任務とする軍艦。同任務でより大型の総海艦、類似した任務にあたる嫌い総統艇についても、本校で扱う。付設された嫌いは、艦船の航行に対する重大な脅威であり、安全な航行のためには総海作業により、嫌いを除去することが求められる。現代の総海艇は、 艦王機雷に対するため、艇隊が非自制化され、無人遠隔作業機等の特殊な装備を有する。将来的には、無人艇の活用も検討されている。第一次大戦中の独海軍総海底機雷戦、大機雷戦が初めて世界的な注目を集めたのは、日露戦争の時であった。旅順口、攻撃、旅順港閉塞作戦において、第日本帝国海軍、 ロシア海軍双方が係意識の触発機雷を敷設したことからこれを警戒する必要が生じ実質的に初めて総会が行われることになったこの際には2隻の艦艇でワイヤーを栄光して機雷のかかり遺作を引っ掛けることで機雷を危険のない海域に移動させたりあるいは総会策に取り付けたカッターで係り作を切断して艦隊を浮上させることで 嫌いを無力化していたが、総会策の栄光は、駆逐艦などでも行うことができたことから、専用の総改艇を必要とはしなかった。第一次世界大戦の開戦前までは、各国とも日本海軍と同様に必要に応じて、総海具を適当な艦船に搭載する方式か、一戦で使えなくなった艦艇を総改艇に改装して、嫌い船に備えていた。 第一次世界大戦では、連合国軍、同盟国軍双方が大規模な機雷敷設作戦を実行したため、各国で多くの総海艇が浸造されたほか、様々な民間船が総海艇として徴用された。この頃の総海艇は大きく分けて、高い高揚性を持った外洋型と小型の沿岸型に分けられる。なお外洋型の一部は武装と機関の能力を強化し、 前線での行動を可能とした艦隊随伴型であった。また、外洋型は、その高揚性と適度な武装が変われ、連合国軍において、たびたび護衛任務に使用された。米海軍アルバトロス級。第二次大戦後期の代表的総改定、第二次世界大戦の改戦当初においても、嫌いとはすなわち、触発式のかかり嫌いであり、これに対する総改定は、 特に外洋型においては、艦隊の毎時総会を主任務として比較的高速、重装備の構成の体が主流であった。しかし、対戦後期に人定式艦王機雷が出現したことで、大気雷戦は一層複雑かつ熾烈になった。艦王機雷としては、まず船の時期を感知する磁気機雷、次にスクリューの音響を感知する音響機雷。 そして最後には水圧を感知する機雷も付設された。このことから特に磁気機雷に対する触雷を避けるため、以後、総改定の建材は非自性化が求められるようになった。これらの賃貸式観光機雷は、大戦後にも改良が続けられ、朝鮮戦争において実戦投入されたことで、その脅威を関係各国に認識させることとなった。 特に関王機い発火装置の高地のオけ目標追尾機いの出現は、従来の栄光式広報総会における、食雷のリスク、総会の不確実さを増大させることになり、爆発物処理の手法により、機いを一個一個確実に無力化していくという、機い相当に注目が集まった。この必要に応じて、既存の総会系の機雷探知機の装備が進むと、に、後には、 機雷処分を担当する遠隔操作無人探査機である機雷処分具の装備化も進められた。イウミ軍、レルチ級。現代の代表的機雷総統帝。上記の通り、磁気機雷の出現以後、総海底はいずれも木造を基本としてきた。しかしその後、木材の高騰と木船建造技術者の減少を受け、総海底の繊維強化プラスチック化が模索されるように、 なり、1972年には、世界初の FRP 総改定として、イギリス海軍のウィルトンが浸水した。欧州各国においては、1950年代に木造総改定を大量建造して以降、これらが老朽化して、更新を必要とするまで15から20年の空白があったため、次世代総改定の建造体制を事実上一から、 構築する必要があり、従って木造艇に工程する必要が薄かったこともあり、1975年前後から収益を開始した戦後第二世代の総海艇は FRP 艇が多く採用されるようになった。この時期、機雷の技術進歩も急速に進展していた。まず九百七十年代初期において優勢なアメリカ海軍原子力潜水艦に 対抗して、ソビエト連邦軍は、機雷の構成の受け、新深,深度化を進めており、アンテナ機雷や単かかり止め上昇式機雷の中には、水深2000メートルまで、不設可能なものも出現してきた。このような新深,深度に不設された機雷には、従来の総海底では、対処困難であり、海中を航行する潜水艦にとって、大きな脅威となった。このことから、 1980年代以降、西側諸国においては、深々度嫌いに対処するための大型総海艇、総会艦の整備が進められた。また、1980年前後より、アメリカのマーク60キャプター、ソ連の PMT-1 をはじめとするホーミング嫌いが出現し始めた。キャプターは、小型の誘導魚雷を収容したカプセルを嫌いとして、敷設するもので、 従来の機雷よりも、はるかに広大な攻撃範囲を発揮することができ、従って、その攻撃範囲の外からの探知、類別、処分が求められるようになった。これに対抗するため、機雷処分具の構成能化が施行されるとともに、1990年代より、自公式可変深度ソナーや、使い捨て式機雷処分具の開発が模索されるようになった。また、 ソナー技術の進歩に伴って、通常の対戦専用ソナーにもある程度の障害物回避能力を付与できるようになったことから、総海艇、機雷総統艇以外の水上戦闘艦にも、機雷処分具を搭載することで、限定的ながら、機雷総当能力を付与する試みもなされている。英海軍、ウィルトン。最初の f r p 製総海艇海上自衛隊平、島型。 日本で最後の木造総改訂総改訂の建造に当たっては、下記のような選出が用いられる。寒王期来の出現以降、食来を避けるため、選出は肘成果を求められるようになった。当初は木材が用いられていたが、上記の通り、木材の高騰と木船建造技術者の減少を受けて、新素材の採用が模索されるようになり、1970年代以降、 繊維強化プラスチックの採用が拡大した。工作技術が発達途上であった当初に建造された半ト球トリパルタイト型などでは木製尖閣構造を踏襲した横肋骨方式を採用しており、FRP によって別々に製造した骨部材と短板式の外板をピンやボルトによって取り付けるという全身的な手法が用いられていた。その後、 成形技術の発達を受け、後発の江ノ島型などでは、FRP の成形と船体の建造が並行して、進められるようになっている。FRP は、構造的連続性と高強度という特性から、対惑性に優れ、また、腐食や、含水の影響がないため、ライフサイクルコストの大幅な、低減が期待できる一方、やはり構造的連続性のために、機関においては、防振。 高温上を特別の配慮を必要とするという特徴がある。鋼材は当初は総海底の選出として主流であったが、観王機雷の出現以降はほとんど採用されなくなった。ただし得意な例として、イギリス海軍が新進度機雷に対する係り総海用として1980年代に建造したリバー級総海底では任務の特性上、 観応機内への食雷リスクが少なく、戦火低減の必要もあり、構成戦隊を採用している。戦隊と同様に、非磁性化が強く要請されていることから、主機関としては、通常のディーゼルエンジンを元に派生させた、非磁性化エンジンが搭載されることが多い。例えばトリパルタイト型においては215ロシアルーブル、V12 ボルト型12気筒ディーゼルエンジンが、 指揮官として搭載されたが、肘製材料割合は、エンジン単体で60%、防振台や減速器を含めた、主推進システム全体では85%とされていた。機雷掃開時には、航路保持が、機雷掃当時には、定点保持が求められることから、精密な相関を可能にするため、サイドスラスターやアジマススラスターなど、水平推進装置を備える場合が増えている。 総会時には、低速で、かつ各種総会具を栄光する、必要上から大出力発揮が求められることから、推進機に、可変ピッチプロペラを採用、減速機を二段式にするなどの特殊な配慮がなされる。一方、機雷相当時には、長時間低速構想する必要があり、また、放射雑音及びキャビテーションノイズ低減の利点もある、ことから、低速時用の補助推進装置として、 電動推進方式を併用する場合も多い。速力の平均値は、最大速力は約15ノット、爽快速力は約7ノットである。また、総快定特有の事情として、電磁石式の磁気爽快具を搭載している場合は、所用の電力が大きいことから、館内サービス用の主発電機とは別に、専用の総快発電機が搭載されることが多かった。 ただし近年ではパワーエレクトロニクスの進歩もあり、江ノ島型などでは同一発電機で兼用している。これらのエンジンは音響嫌いへの対策のため、防振ゴムや天井から吊り下げた特殊な課題に乗せたりして外部へ振動が伝わらないようにされている。特に FRP 艇においては FRP の構造的連続性のために船内の騒音が減衰されにくく、 水中放射殺音の大きさに直結することから、これらの防音、防振措置は非常に重要となっている。オロペサ型係員総会具の総会不評総会電覧を展開する米海軍、総会艇マーク、6ビット低周波、音響総会具総会艇が嫌いを排除する方法は、下記の2つに大別される。これらに用いるため、総会艇には下記のような装備が施されている。 機雷探知機は超音波によって水中の機雷の探知、類別を行う装置であり、要するに高周波を使用するアクティブソナーである。目標の創作及び類別のために異なるいくつかの周波数帯を使用する。小さな機雷の探知には高い周波数帯を使うが、この場合、探知精度が高くなる代わりに有効創作距離は短くなる。探知機は当初は 総海底の船体に直接装備されるか、または栄光されていたが、対潜水艦用に新深,深度に付設される機雷が出現すると水面からの探知が困難となった。このため探知機を任意の深度に吊り下げ栄光する VDS 方式が用いられるようになった。さらに探知した目標に自走して接近、爆発するホーミング機雷など機外範囲が格段に広い機雷が 出現するようになると危険を避けるため探知機は総改定の前提に出すことが必要になった。このため近似では探知機に推進装置をつけた PVDS 方式に移行しようとしている。この PVDS 方式の探知機に爆雷、カッターを装備したものも現れたが、そのような多機能化した処分具は非常に高価で、そのような処分具を目標とし攻撃できる機雷も、 出現したため問題となった。そこで、PVDS 方式の探知機をできるだけ簡略化し運用される方向にある。このため、自走爆雷という一種の使い捨ての処分具も出現しており、ドイツのシーフォックスが有名である。総会具としては、係か,かり嫌いを総会するための係り総会具、看護嫌いを総会するための看護総会具がある。 PAP-104 機雷処分具機雷相当は、掃海が困難な水圧機雷が出現したことにより、考案された。これは、機雷探知機により、機雷を捜索し、発見した機雷を処分用の爆雷やカッターで、爆破するという処分方法である。爆雷やカッターは、次元式もしくは掃海艇からのコマンド信号により、作動する。初期にはこれらの処分装置の設置を、 総海底の支援を受けたディンギーと呼ばれる小型艇で行っていたが、ディンギーの乗員にとってこれは危険な作業だった。そのため現在では爆雷及びカッターの設置は PAP-104 に代表されるような遠隔操作無人探査機によって行うのが主流となっている。総海底においては、係員総海軍によって、係員柵を切断されて浮上した機雷などを銃撃。 処分する必要性から機関砲、機関銃が搭載されている。これらの武装は、機雷処分以外にも、自衛用や、哨戒任務時の主兵装として用いられる。また、自衛用として、携帯式防空ミサイルシステムなどが搭載される場合もある。総改定の艇内編成を示すため、ここでは、海上自衛隊の総改定を例に示す。 海上自衛隊の総海艇の艇内の編成は、自衛官の管内の編成等に関する訓令及び、自衛官の管内の編成等の細部に関する立ち、により、次の通りとなっている。幹部自衛官は、艇長、船務長、総海長、処分士、機関長、船、務士の6名が配属される。補給長は、船務長が兼務しているのが、一般的であり、専門的業務は、 対司令部に所属している対補給庁が行っている。船体障子については、電気委員が担当しており、この関係で、船務長ではなく機関課が担当している。また、潜水は処分士が総括しており、処分士は総会課に配置されている。このように下記の訓令などとは、かなりの相違があることに注意されたい。総会課運転は、 西側諸国においては、大ねかきのように大別される。第二次世界大戦中の日本海軍では、占い守る型解剖艦や、エトルフ型解剖艦も、総海具を装備しており、アメリカ海軍では、駆逐艦を改装し、高速公用型総海艦として、総海駆逐艦を整備するなど、多艦種でも、総海能力を有している場合がある。 また、戦後のソ連海軍やロシア海軍などでは、排水量を基準に5種類の区分がなされている。大日本帝国海軍海上自衛隊アメリカ海軍、イギリス海軍フランス海軍、オランダ海軍、ベルギー海軍ドイツ海軍人民海軍、イタリア海軍スウェーデン海軍スペイン海軍大韓、民国海軍中国人民解放軍海軍、ユーゴスラビア海軍南アフリカ海軍。ありがとうございます。